小川真紀子です。本日は額のシワを消す3つのポイントについてお伝えいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まずですね、額のシワができる原因ですよね。原因なんですが、大きく分けて4つございます。4つです。原因を知ると改善することもできますし、予防することもできますので、ぜひぜひこちらもご参考いただければ嬉しいんですけれども、ね、その原因その1ですね。原因その1ですね。原因その1は、帽状腱膜ですね。帽状腱膜が固まっていることが挙げられます。はい、それはどういうことかというと、頭のですね、ここですね、頭上部ですよね。ここからずっとヘアラインからぐーっと、特にですね、頭をこうよく使う方ですとか、常にですね考え事されている方ですとか、あとそうですね、この間いらっしゃったの部署を移動したらガチガチになっちゃいましたですとか、まあちょっとストレスが多い方ですとか、そうするとこちらの帽状腱膜が固まってしまいます。そうするとどうなるのかということなんですが、通常ですとこういう感じで眉を上げるとこんな感じでですよね、なんですが、固まってしまいますと、帽状腱膜が固まっているのでちょっとこう押さえますね。固まっているとこう動かないんですね。押さえまして上げるとこう見てください、額のシワができます。はい、ですので帽状腱膜ですね、こちら固まっていると額のシワの原因になります。はい、では額のシワができる原因その2ですね。2つ目です。2つ目は眼輪筋ですね。眼輪筋が弱まってるからになります。はい、ではまずですね、眼輪筋そもそもどこにあるのかということなんですが、眼輪筋はこちらですね、目の周りの筋肉のことを指します。こちらがですね、パソコンですとかスマホですとか、目をたくさんこう普段ですね使われてる方ですね、使われてる方は目の周りの筋肉がこう弱まってくる方が多いんですね。そうするとどうなるのかということなんですが、目の周りが疲れているので額のこの筋肉で目を開けようとするんですね。一方が弱まっていると一方でこう補助ですねしてこう開けてくれるというね、体ってすごいなというふうに思うんですけども、そうするとですね、やはりこちらで開けてしまうのでここにシワが寄ってしまいますね。ですので眼輪筋が弱まっていると額のシワの原因になります。はい、はい、額のシワができる原因その3ですね。その3は表情の癖になります。それはどういうことかと言いますと、目を開けるときとかにこうしたりですとか、こっちの方でですね開ける癖の方ですとか、ちょっとできないですけども、こういうちょっと極端ですけどね、こういうふうに開ける癖のある方ですとか、そういった癖のある方はですね、やはりそのようにシワが寄ってしまいます。ですので表情の癖も額のシワの原因になります。はい、では額のシワができる原因4つ目ですね。4つ目は肌弾力の低下になります。はい、それはどういうことかということなんですけれども、真皮層にコラーゲン、エラスチンという繊維があります。こちらがですね、どんな方でもですね、年々ですねこうピンとこうしてた繊維がふにゃーっとなってくるんですね。そうするとやはりですね、ピンとしたものがふにゃーっとなるので、ボコボコとしやすくなりますね。その原因を踏まえてですね、今回は、手で、すぐできるものですねをお伝えしますので、気になる方はぜひ一緒に行ってみてください。はい、では早速スタートです。はい、では先にお知らせさせていただきます。はい、ただいまお問い合わせをいただいております小川デザインのオンラインのマンツーマンセッションですね、なんですが、こちらですね、公式 LINE にてですね、不定期なんですが募集しておりますので、もし気になる方いらっしゃいましたら公式 LINE の方をぜひご登録ください。はい、最近 Twitter 始めまして、 Twitter もしされてる方いらっしゃいましたら、ぜひ Twitter の方でもよろしくお願いします。はい、はい、それでは額のシワを消す3つのポイントですね。まずステップ1です。ステップ1は、下の位置になります。下の位置です。もう真紀子さんまた下の位置ということで、よく動画ご覧いただいている皆様も感じたかもしれませんが、下の位置とっても大事でして、下の位置ができてないと実は額のシワの原因にもなります。下の位置は上顎につけるんですよね。顎にベターっとつけて、ちょっと後ろの方に
くのが正しい位置になるんですが、ぜひこちらの動画ご覧いただきたいんですけれども、上にふっつけてってくらいペタッと1回ふっつけますね。でその位置でちょっとやや後ろに下の位置いてほしいんですが、これがですね正しい下の位置になります。この下の位置がこちらに常にありますと、こちらですねおでこの力が抜けるんですね。ちょっとやってみていただきたいんですが、下の位置上にふっつけたままこちらのこうシワを寄せる、まあ、すると結構難しいんですね。結構難しいですね。ちょっとナチュラルではない感じですよね、うん、ですので下の位置を上にふつけてるとこちらの力が全部抜けます、まあ、顎先とかも全て抜けるんですね。ですのでまずステップ1としては下の位置ですね、確実にできるかぜひチェックしてみてください。はい、続きましてステップ2いきます。ステップ2は棒状腱膜を緩めるになります。はい、では早速なんですが緩めていきますね。はい、使うのは両手になります。両手です。で棒状腱膜こちらにこうあります。で今回ツイストツイストツイストでほぐしていただきたいんですけども、まずですねヘアラインですね、ヘアラインからぐーっと上の方に向かってクククククッとしていただきたいんですが、こちらですねツイストツイストでしていただきたいんですけども、こうですね1212121212をずっと後ろの方までしていただきたいです、はい、でこの時の注意事項は、表面ではなくてちょっとやや深くですねに圧をかけてこう動かすのがポイントになってきます。でところどころですね、あここ硬いかもって動かないというところありましたらぜひ念入りにしてあげてください。こちら回数なんですが、頭皮が動くなという感じになってきたら OK です。ですので硬い方もしいらっしゃいましたらほぐすような感じでぜひぜひこちら、ヘアラインから後ろの方まで全部してあげてください。はい、続きましてステップ3です。ステップ3は眼輪筋を鍛えるになります。はい、詳しくはですねこちらの動画ぜひぜひご覧いただきたいんですが、今回は額のシワに対しての眼輪筋の鍛え方になりますので、押さえ方はですね額のここですね、額を押さえてあげてください。押さえ方としては関節でグッと押さえます。はい、押さえまして目をですね細めていきます。目を細めて上まぶた下まぶたがプルプルプルといった状態で10秒間キープしてください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10を繰り返していただきたいです。でもし、眼輪筋ですね上まぶた下まぶたプルプル言わないまーっていう方は、眼輪筋ですねこちらの眼輪筋が弱まってる可能性が高いです。はい、ですので、繰り返し繰り返ししてあげると筋肉は何歳からでも鍛えることはできます。できますので、鍛えてぜひいただきたいんですが、その時の注意事項はやはりシワを寄せないですね。シワを寄せないで額開ける時に額のここですねも使わないがポイントになってきますので、ぜひこちらの動画もご覧いただきながら眼輪筋ですねしっかり鍛えてあげてください。はい、余談なんですが私もですねよく考える時間が長かったりですとか、あとパソコン業務とかですねどうしてるとやはりですねこの棒状腱膜すごく硬くなります。でそうするとやはりですね鏡を見た時にあれシワが走ってるっていうような感じですねになりますので、忙しい時はですねなかなかご自身の体に向き合ったりとか気づいてあげたりとかそういった感覚がちょっと低くはなってるかとは思うんですが、そういった細かいサインですねぜひキャッチしていただいて、もうあなんかそういえば硬くなってきたほぐさなきゃっていう感じでしてあげると深くなるのを防いではくれますので、今回の動画がお役に立てれば嬉しいです。